もう小さい時に宝塚見て私はこれしかないと思って歌と踊りとやられて宝塚へ行かれたんですか全く存在も知らずに、うん、初めて知ったのが、はい、中学校の1年生ぐらいでしたあ,あ,あ,あ渋いですねちょっと口にかけて <laughs> ちょっと刻ってください <laughs> 話進めます。そうでちょっととってください。はい。はい。それで、うん、一番自分の人生の進路を決めなくてはいけないという時ですよね。はい。子供から大人へと変わる時期。で、まあ、たまたま。テレビをつけましたら。はい。第一麻央さんの。ジェームスディーン。ジェームスディーン。あジェームスディーン。はい。ありました。ありました。 放送されてまして、まあなんて綺麗な男の人が日本にもいるんだろう都会ってすごいんだなと思ってましたそれがまあ女性ばかりの歌劇団だということを初めて知りましてまあ本当に普通に進学していくつもりで本当はなりたかった職業があったんです。何なかかん動物病院の先生かパイロットか それヒゲ似合いますな <laughs> で宝塚をまあ,あの淡路島に大叔ばがおりましてで初めてその時に、うんまあ、高校受験も終わり、うんうん、遊びに来ないということで,、うん、で大地真央さんしか知らなかったんですお名前をああああで大地さんも、まあ、淡路島ご出身ということでああそれで、まあ、来られるからもしかしたら一目見れるかもねっていうのでそれ何年生ですか 中中学学校校の年生まあ行きましたら、うん、本当にあに第一真央さんと黒木瞳さんがお仕事で来られてまして、はあ、で何も知らない私が、はあ,あテレビの方ですね <laughs> っていう感じで、まあ、受験生なのっていう形でお話ししていただき、はあまあ、受けて男役やったら という何気ないひと言にちょっとこう調子に乗ってしまいまして <laughs> でそのまま淡路島から神戸へ行き神戸から宝塚へと。